はい、皆さんがこうレッドブルつぶやいていただいたり、放送でもまさしくレッドブルじゃんみたいな状況にレッドブルの方もなってましてですね、ありがたいことです。今日一番最初に、レッドブルをこの放送上でレッドブルフィニッシュを決めた選手にレッドブルを送らせていただきます。なので選手の皆さんもバシバシレッドブルトライしてください。いやー、点取りいいですね、金子選手。あ、1ダースじゃないか、24本か。あ、1、あ、すいません、1ケースです。 1ダースじゃないです、1ケース。さあ、125取ってきて354残りですね。いやー、いいですね、綺麗なフォームですね。ここもナイスキープです。すみません、1ダースじゃなくて1ケース、1ケースお送りします。なんかこう、ここまでね、こうレッドブルっていうのは気に入ってくれるとは思いませんでしたのでさあ、ここも来た。いやー、2本目140残りにしてきました。ナイスアレンジ、すごいですね。2本目ですよ、これなんか金子選手かなりいいですね、芽生えてきましたね。さあ、ここ20ラインで押し通したい。横ずれ厳禁。うわ、また来たです。もう1本ダブルアレンジからのアレンジまで。あ、最後もったいなかったな。今のはダブルアレンジいって、20シングルに入ってっていうことですね。ここ20しっかり収めて270残り以内にしたいですね。はい、ナイスアレンジです。さあ、ここは10チョイスか。そして20ダブル。ああ、うまい。14ダーツできました。14ダーツブレイク。